皆様、はじめ、こんにちは。私の方から、株式会社エレメンツ代表、長谷川の方から、第2四半期の決算説明を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ページ、お願いします。はい。まず、本四半期のハイライトとなります。2020年11月期、第2四半期ですけれども、売上高が7億7600万円、EBITDA が2億600万円、営業利益が1億3000万円と、いずれも過去最高を記録しております。当期純利益はですね、5500万円と、2四半期ぶりに黒字転換を果たしております。また主力のですね、個人認証ソリューションについては、前期比2.1倍と増収となっております。またですね、前四半期の決算説明資料でも記載させていただいたんですけれども、足元の業績及びアドメディカ社の影響を取り込んだ形で、通期業績の修正を今回行っております。売上高については、上限額は従前から変更はございませんで、26億1500万円ですけれども、まあ、下限額については、従前の20.5億から4億円引き上げる形となっております。EBITDA についてはですね、従来の上限であった2億7500万円の方を下限といたしまして、2億7500万円から3億5000万円というふうに修正をさせていただいております。また営業利益につきましてはですね、0から7500万円とさせていただいてまして、今期中の営業黒字を見込む形としております。またですね、営業外費用の影響と、アドメディカにおける法人税負担、並びに非支配株主に帰属する当期純利益の影響を勘案いたしまして、親会社株主に帰属する当期純利益についてはですね、従前と概ね同水準を見込んでおります。次お願いします。はい、そのまま。で、第2四半期のですね、業績ハイライトを続けていきます。売上高につきましては先ほどお伝えした通りです。7億7600万円、前期比プラス89%の増収。個人認証ソリューションに限った場合は2.1倍の増収となっております。主な増収要因についてはですね、次の次のスライドで説明をさせていただきます。で、粗利益率ですけれども、86.7%と引き続き高水準で推移をしております。販管費については前期比マイナス8%の5億4300万円で着地をしております。結果としてですね、EBITDA につきましては、まあ、2億600万円、営業利益が1億3000万円の黒字計上となっております。当期純利益については5500万円の黒字となっております。はい、次に、第2四半期の連結業績となります。詳細は別途ご覧いただければと思うんですけれども、売上高に関しましては、12億、800万円。EBITDA については2億3400万円、営業利益につきましては1億3000万円、当期純利益は3900万円の黒字となっております。当社はですね、昨年の第3四半期から、EBITDA および営業黒字を計上しておりますので、累計12ヶ月間での黒字化を、まあ、ちょっと期はまたいでいるんですけれども、まあ、累計で12ヶ月間、黒字化を達成した計算となります。次に先ほどちょっと後ほど、言及しますと申し上げました売上の伸びについてになります。ここからはですね、各段階の財務数値やビジネスのアップデートについて話をさせていただきます。売上でございますけれども、まあ、全社売上で7億7600万、個人認証ソリューションで7億6600万となっていまして、それぞれ前期比1.86倍、2.1倍の増収となっております。増収要因はですね、当社主力商品である、リキッドエキュラシーの増収及び、石川県加賀市へのデジタル ID ウォレットであるパスサービスの納品、並びにアドメディカの PL の取り込み開始によるものとなります。これらがですね、まあ、全体合算いたしまして、前期比、個人認証ソリューションでいくと2.1倍の増収という形になっております。次にですね、個人認証ソリューションの、まあ、主要なトピックについて触れていければと思います。EQRC に関しましてはですね、失礼しました。EQRC に関しましてはですね、暗号通貨業界の事業者様が、この
四半期に関しましては、認証回数の大きな増加がありまして、これによってですね、四半期ベースの認証完了回数が過去最高となっております。導入者数につきましても、この半年で約30社増加をしておりまして、累計で237社まで拡大をしております。で、かつですね、足元については、公的個人認証関連の、プロダクトを強化しております。で、ここに関わったところといたしまして、先日、プレスリリースも発表させていただいたんですけれども、公的認証の仕組みというのはですね、これまでは、必ずですね、スマートフォン上でネイティブアプリケーションのダウンロードを行って、で、それによってですね、マイナンバーカードの読み取りを行う必要があったんですけれども、Apple 社のですね、iOS の新たな機能であります、アップクリップというのを活用することでですね、ネイティブアプリのダウンロードをユーザーが行わなくても、ブラウザーベースの状態から、IC チップ読み取りができる仕組みっていうのが、技術的にですね、調査して、プロトタイプを作って実装ができましたので、これは特許の出願もしていきながら、いち早く市場に投入することができましたので、これによってですね、マーケットから見た場合、例えばですね、地銀様ですとか、金融機関様でも、ネイティブアプリをですね、提供されていらっしゃらない、会社様というのもまだ多々いらっしゃいます。で、こういった、会社様であっても、マイナンバーカードを使った公的個人認証の仕組みを、利用できるようになるため、非常に有用だと考えておりまして、この機能もですね、キラーファンクションとして、リキッドイケワシーンの、一つの、重要な要素として投入していくことで、さらに、利用者数を増やしていけたらというふうに考えております。次でございます。次のトピックといたしまして、リキッドシールドについて触れさせていただきます。こちらにつきましてですね、まだ、プレスリリース発表したてであるんですけども、事業者共有のですね、データベースというのを、提供しております。で、これによって不正利用検知を行います。で、共有データベース、一緒にやらせていただいている会社様としましては、三菱 UFJ 銀行様および突破ホームズ様となります。で、これ、仕組みとしてはですね、我々の、今、フラッグシッププロダクトではリキッドイケワシーというのを、たくさんの、事業者様、エンドユーザー様に、今、累計で、4500万件以上、利用していただいているわけですけれども、ここでですね、当然、場合によっては、不正を働くユーザーというのが、一定数出てまいります。で、これをさらにですね、不正を、排除していくためにですね、業界横断で、そこにこの仕組みに参加してくださっている、事業者様を横断する形で、この不正な情報を、お互いに、共有し合い、一度、発言した、発見した情報に関しては、他の事業者様で新たに訪れても、すべて、もう排除できると、このような仕組みを、提供しております。で、具体的に検知する不正の内容に関しましては、ちょっと詳細はですね、当然、ハッキングに使われてしまうので、差し控えさせていただくんですけれども、すごく大きい表現としましては、今、まさに EQRC で顔の情報というのが使われてきておりますので、お顔の情報、もしくは身元の情報、もしくは端末の情報というものを活用しながらですね、不正が働かれた時の身元情報が、別の事業者様で同じ身元の情報で、申請が来た場合にですね、これはちょっと危ないかもしれませんというところを、アラート上げられるような仕組みとして、機能させております。で、具体的なですね、不正の事例としましてはですね、ID 書類の、偽造を行うことによって、顔については、本当に本人がその場で KYC をしてくるときに、そのご本人の顔で、やってくるんですけれども、その ID 書類上のその顔に紐づく身元情報というのは、架空のものみたいになっていて、実際に存在しない人物で、その顔で、本人確認をしてくるですとか、また逆もありまして、どこかで入手した実在する人物の、身元の情報に対して、顔の方を、差し替えて、
で、KYC をしてくる。まあ、このようなケースもあったり。まあ、こういったものをですね、リキッドシールドを使いまして、使い回しはされていないか。本来、本当に、まあ、例えば、長谷川博己という人間で、ある銀行様に本人確認の申請が、なされている。で、別のところで同じ、氏名、住所、生年月日などを持っているにもかかわらず、そこでは違う顔の人間で申請が来ている。まあ、このようなものを全て検知をしていく。まあ、こんな仕組みになっております。はい。で、次に、売上総利益について触れていければと思います。売上総利益に関しましては、6億7300万円となっておりまして、前期比で2.1倍の、結果となっております。で、粗利率に関しましては、86.7%で、前期比で見ましても、プラス7.5%、上昇をしております。で、まあ、ここの粗利率の改善についてはですね、前四半期に引き続きまして、セールスミックスの変化と、あと、個人認証ソリューションにおける学習コストの最適化による、まあ、利益率の改善というものが現れてきていると認識をしております。次お願いします。販管費及び一般管理費につきましてでございます。販売管理費につきましては、前期比マイナス8%、先ほど申し上げた5億4300万円となります。前期からの主要な差異としましては、アドメディカ社のですね、連結子会社化に伴う費用増が、あるんですけれども、一方でですね、株式報酬費用が大きく、減少しておりまして、1億3000万ほど減少しておりまして、で、オフセットする形となっております。次お願いします。で、次に EBITDA の推移になります。まあ、従前、先ほど最初に冒頭申し上げた通りですけれども、2億600万円を計上しております。で、まあ、前期比でいくと3億1400万円の改善となっております。で、まあ、先ほど申し上げた通りですけれども、期初の通期予想である、EBITDA5000 万円から2億7500万円というレンジに対しまして、進捗率としては、上限レンジ2億7500万円に対して85%の進捗となっておりますので、今回の、まあしえーよまあ、今期、予想に対しましては、2億7500万円を下限として、予想を切り上げさせていただいております。次にですね、連結貸借対照表に触れてまいればと思います。前四半期のですね、決算説明資料でも記載しておりますけれども、昨年度末に発行した転換社債型新株予約権付き社債、9億3600万円の転換が、まあ、完了しております。で、結果的にですね、株主資本が、18.85億円、純資産で21.4億円まで増加しております。結果として自己資本比率は44.3%まで改善しております。改めましてですね、何度かすでに触れておりますけれども、通期業績予想について、改めてまとめていきたいと思います。今回ですね、第2四半期決算発表と合わせまして、既存事業の業績進捗及びアドメディカの業績取り込みを反映しまして、通期業績予想を変更しております。内容としましてはですね、EKYC に次ぐ第2の事業の柱の創出に向けた先行投資を強化していくこと、そして、一方で、まあ、利益の確保を両立を図るような内容としております。まず、売上高につきましては、24.5億から26.15億円といたしました。またですね、EBITDA に関しましては、さっき申し上げた通りですけれども、まあ、当初の2億7500万円の上限レンジを下限にさせていただきまして、そこから3億5000万円の幅というところで、出させていただいております。営業利益に関しましてはですね、0円から7500万円というところで、まあ、黒字前提という形にさせていただきます。他方でですね、親会社に帰属する当期純利益につきましては、アドメディカにおける法人税の発生や、非支配株主に帰属する当期純利益の計上によりまして、親会社に帰属する当期純利益の水準については、大きく変化をしない見込みとしております。はい、以上がですね、通期業績予想のアップデートとなります。